SOS の声が消えてゆく。わけのわからないこの時代で SNS の闇に潜んでく。ガラスを割られたスマホの画面を見つめ、描いた未来どんな形だったか。感じがねえなしまった世界で愛を歌い乗り出してる世の中に挨拶がして平和が君を送れることなく、守って意味を持たせ、今日もひたすら